はいどうも、デデケロスでございます。さあ本日6月の14日金曜日、ネットフリックスにて全世界配信となりましたウルトラマンライジング、はい、見ました、見終わりました。予想以上に面白かったです正直前情報があまりなかったのと、ウルトラマンライジングのあのスタイルの奇抜さ、これは一体どういう作品になるんだろうっていうのがあまり予想ができなかったんですけれども、なるほどと。今までのウルトラマンではなかなかアプローチしづらいところから攻めてるなと。こういうウルトラマンを描いたんだと。ちょっとね、ウルトラマンたくさん見てますけど、なかなかこういうウルトラマンないなっていう感想を抱きましたね。そういう意味ですごく新鮮だなと思いました。まあ、今日配信したばかりなので、あまりネタバレを含まないように、もうなるべく本当にあらすじ程度ですね、ウルトラマンライジングっていうこのあらすじ程度の情報でなるべく語りたいと思います。ということで、行きましょう。けども、まずアニメーションっていうところですよね。正直こんなに綺麗で迫力のあるアニメーションになるとはちょっと思ってもみなかったですね。その場面場面によって表現の仕方とか質感めちゃくちゃね、結構変わるなーっていう印象があって、ものすごく絵が綺麗だし、ウルトラマンは迫力があるし、戦闘描写なんかもすっごくね、かっこよかったですね。いや、ウルトラマンライジングすごい体型してるじゃないですか。今までに見たことがないウルトラマンですよ。肩幅ギューンって大きくて、アニメならではのそのウルトラマンの体格をもうさらにかっこよく見せるための、まあ、いろんなこう表現の仕方、見せ方をしていて、飽きずに楽しめましたし、アニメーションのね、このね、表現の仕方がね、すごい面白かったですね。あとはね、小ネタもすごい多くて、ビルの、まあ、上に立ってる広告とか、この佐藤健っていうね、主人公が野球選手で、東京ドームとかで、野球するんですよ。で、やっぱ東京ドーム、野球の球場って言ったら、もういっぱいね、スポンサーの広告がね、バーって貼ってるじゃないですか。そういったところもよーく見てみると、あれこれケムール神のあれだとか、なんかこう、いろんな、ウルトラマンの小ネタをオマージュしたような広告がたくさん貼ってあって、なんかそういうのを見るのも面白かったですし、街中見てるとね、あ、怪獣酒場あったとか、小ネタを混ぜたような広告がブワー貼ってあって、そういったところもね、面白かったですね。あと出てくるものも面白くて、まあ、今回親子がテーマっていうところで、まあ、父親がウルトラマンっていうと、絵本の、お父さんはウルトラマン。あれね、僕、連想したんですけど、例に漏れず、そのお父さんがウルトラマンが本編中に出てくるんだよね。ちゃんと出すんかいと思って、なんかそこまでニヤッとしちゃったりとか、いろいろなね、ウルトラマンの小ネタ、それからウルトラマンに関連するグッズとかが、ブワー出てくるので、そういったところもね、見ていて楽しかったですね。あとは、この主人公が、まあ、野球選手ですよね。っていうところで、野球がめちゃくちゃ関わってくるんですよ。ちゃんと実在する球団だったり、まあ、球場だったり、そういったものがたくさん出てきて、この佐藤健は、読売ジャイアンツの巨人軍の選手なんですよね。くしくもね、まあ、僕はそこまで野球詳しくないんだけど、父親が、まあ、めちゃくちゃ野球が好きで、僕が幼少期の頃なんかは、家族で東京ドーム行ったりとか、それこそジャイアンツ戦見に行ってたりしたんですよね。なんか、そんな家族の思い出っていうのが、このウルトラマンライジングを見て、こう、ノスタルジーな気持ちというか、まあ、家族のね、まあ、その、東京ドーム行った思い出みたいなのが、こう連想されちゃって、ちょっとね、ノスタルジックな気持ちになってしまいましたね。ちょうどこのウルトラマンライジングっていうのも、まあ、親子がテーマだったりとか、家族がテーマだと思うんですけど、まさに、まさに、まさしくですよね。ちょっとね、僕のそういった幼少期の思い出、ちょっとこう、繋がる部分が、まあ、C といえば、まあ、佐藤健がホームラン打った時ね、ビバジャイアンツ歌ってほしかったなっていうところですよね。ビーバージャイアンツ歌ってほしかったっていうのはね、思いましたけど、せっかくだったらね、あそこまでね、ジャイアンツ巨人軍推ししてたからね、ビバジャイアンツ歌ってほしかったですけど、ちょっとそれがなかったっていうのがね、まあ残念ですね。阪神タイガースを歌ってたんだけどね。そして物語っていう部分にも、まあ触れていきたいんですけど、まあ今回、赤ちゃん怪獣を子育てするっていうところで、まあある種怪獣保護ですよね。そういった部分がかなり物語の中心になってくるわけですよ。怪獣保護っていうと、ウルトラマンコスモスだとか、また X だとか、まあ、そういったウルトラマンたちが連想されると思うんですけれども、怪獣と人間の間で揺れ動く主人公
っていうのが、まあ、割と多いと思うんですけれども、今回のウルトラマンライジング、かなり怪獣寄りの立ち位置にいるっていうのが正直面白くて、怪獣寄りということは、人間の敵になる？ハテナ。今回のこのウルトラマンライジングにも、まあ、地球防衛軍的な KDF っていうね、まあ、組織が登場するんですけども、やはりその組織は怪獣を、まあ、倒したい。いわゆるウルトラマンコスモスでいう防衛軍ですよ。人間の平和を守るためには怪獣を倒さなければならない。だけど怪獣も、まあ、生き物であるっていうところで、佐藤健の、まあ、お父さんもね、怪獣を、まあ、守りたい。怪獣を保護したい。もちろん人間の平和は大事ですけど、だからといって怪獣を殺していいのか倒していいのか、怪獣と、まあ、人間の間でウルトラマンはどういった行動をするのか、そしてウルトラマンは何と戦うことになるのか、すごく面白いアプローチだなっていうふうに思いましたね。はい、ということで、もうぜひね、ネットフリックス入って見てほしいんですけれども、このウルトラマンライジング、今まで見たことないウルトラマンが見れるのではないかなと僕は思います。映像の表現としても、まあもちろんアニメならではの見せ方っていうのもありますし、ストーリーラインの方でも、ああ、ウルトラマンいっぱい見てきたけど、そういうアプローチって少ないな。今までに見たことないウルトラマンが見れるのではないかと思います。ぜひ皆さんウルトラマンライジング一度見てみてください。以上、ネラキラスでした。それではバイバイ。ウルトラマンライジングをもう見た人だけ後語り見てください。まあ、いろいろ喋りたいことあるし、ジャイガントロンかっこよかったなとかすごいあるんだけど、あれってウルトラマンライジング2ありますよね。あれってウルトラマンライジング2ありますよね。ウルトラマンライジング2あるのかなと思ったし、なんならね、このライジングって、新ウルトラマンと同様で、他のウルトラマンとは、まあ、絡まない、もう独立した作品、独立したウルトラマンになるのかなと思ったんだけど、あの文言を見ると、そんなことないのかなって思ったんですよね。もしかしたら、ウルトラマンライジング2で地球を飛び出して、まあ、あの惑星に行く。っていうのかな。まあ、そうなったらば、他のウルトラマンたちにも出会う。そうなったらば、他のウルトラマンたちとも共演する。つまり我々が知ってるあのウルトラマンシリーズのウルトラマンたちとも共演する。全然あるのかなって思ったりとか。まあ、そうなった時に、ウルトラマンライジングが実写になるのかとか、まあ、実写になった時にあの体型はどうやって再現するのかとか、そもそもあんな体型は再現できないんじゃないかとか、まあ、そういったいろいろこう、懸念もあるんですけれども、あの書き方は、2はまあ、2はもうあるだろうなっていうのを思ったし、2だけじゃなく、その後ですよね。さらにその後。他のウルトラマンたちと共演することもあるのかな。どういう風にやるかわからないけども、なんならギャラファイン出てくるのかなとか。ちょっとね、そこまでね、妄想してしまいましたね。まあだってよ、ウルトラマンリブットとかだって、最初はアニメーションで、マレーシアで、まあ、作られたウルトラマンじゃないですか。それが実写になって、スーツ作られて、ギャラファイに参戦して、今出てきてたわけですよ。あと、ウルトラマンジョーニアスとかもそうですよね。ジョーニアスも元々は独立した世界観だったし、他のウルトラマンと絡むことってほとんどなかったけど、まあ、スーツが作られて、今は普通にウルトラマンと共演してるじゃない？っていうことを考えると、このライジングも全然あるのかな？まあ、そうなった時にね、どういう風にウルトラマンライジングを着ぐるみにするんだっていう、すごいもう一番大きなところがあるんだけど、ねっていう風にね、ちょっと僕ね、そこまで妄想してしまいましたね。まあ、もちろんね、新ウルトラマン同様に、このウルトラマンライジングっていうのが、ライジングのこの世界観だけで独立して完結するっていう可能性も、まあ全然往々にしてあるんだけど、その可能性も、ちょっと出てきたなって、最後のシーン見て思った。はい。まあ、それはちょっと飛躍しすぎた妄想かもしれないですけど、まあ、2あるでしょう、あれは。あとまあ、ネットフリックスでね、その再生数とかね、その評判とか、まあそういうのも影響してくるんでしょうけれども、このウルトラマンライジング、大勢に見てほしいし、ウルトラマンに触れたことない人もいっぱい見てほしいし、ちょっとね、ウルトラマンライジングね、受けてくれたら嬉しいですね。はーい。っていう感じで。いや、ライジングすごい面白かったです。本当に。ということで以上、デラキラスでした。それでは、バイバイ。